特集です。病気の後遺症によって車椅子での生活を余儀なくされた警察官がいます。一度はキャリアを絶たれながらも警察官としての使命を果たそうとする男性を取材しました。はい、スパゲーブ。はい、午前9時、須磨警察署に元気な声が響きます。刑務課に所属し電話交換手としての役割を担う吉田裕太巡査長です。後遺症の関係で早く喋れないっていうのがあるんです。なんでまあゆっくりはっきり喋るようには心がけていますけどね。報告に漏れがないかとか常にチェックしてもらって、で、まあ、私がもし忘れてた場合もあるんで、これは今日までなんですけど大丈夫ですかということで、逆に私らに注意喚起していただく、非常に頼りにしてます。はい、あ、褒めてもう何も出ないとか、はい、朗らかな雰囲気があるんで、やっぱりその職場を明るくする、そういうタイプで。吉田さんは2012年に脳幹部海面上血管症を患いました。手術を受け腫瘍を切除しましたが、左半身には震えや運動機能障害といった後遺症が残りました。手術からおよそ10年経つ今も車椅子での生活を余儀なくされ、以前のように歩くことはできません。普段歩いとるときは気づかんかったのちょっとした坂道がもうだいぶちゃいますね。警察官になったのは24歳の頃、須磨警察署に配属され交番勤務や直轄警ら隊など現場で経験を積みました。小学校 3,4 年の時に駐在所勤務やったんですよ、うちの親父が。で、その姿を目の当たりにして、ああ、かっこいいな、自分もなりたいなっていうのがあってなった感じですかね。しかし道半ばで病に倒れます。正直ここまでひどいとは思わなかったんですよ。1年ぐらいで、まあ、歩けるようになって復帰できるかなって思っとったんですけど、思ったより後遺症ひどくて、今なんか悪いやつが来ても自分の身も守れへんし市民の身も守れんから、それはもう警察官としてね価値はないんかなとは思いましたね。吉田さん、よりちょっと左足抜きにくくなるんですけれども、はい、右回りで回ってみてください。復帰を果たしたのは手術から3年後の2015年。膝を前に前に持ってくる。以来少しでもできる仕事の幅を増やそうとリハビリに取り組んできました。目標は歩けるようになること。この日は人や車が行き交う実際の状況を感じようと屋外で歩行の練習を行いました。動きが鈍いっていう。それはちょっと慣れていきましょう。息が上がる感じはないですか？あ、それはないですね。吉田さん、まだ行きましょうか。はい。初めて行っちゃいますね、君。ここまでの距離はそうですよね。ないですかね。なんで昔は無理やなっていうけれども、今日は別にその恐怖感はなかったんで、それはレベルアップしてますかね。レベルアップしますね。警察官として再起の道を歩む吉田さんを支えているのが両親です。主人がね、行ってやれと言ってくれたんですよ。で、私もまあ、一人で生活するのってなかなか体では無理だと思いましたのでね、
思い切って中から出てきたんです。いただきます。はい、いただきます。復帰してからの7年間、母の由紀子さんが後遺症で家事がままならない吉田さんを支えてきました。今日の晩飯何やった？今日ちゃんと食べたか？今日はね、レトルトカレー。またそんなこと言ってるの？ちゃんと食べなさいよ、野菜ちゃんと食べなさい。母の由紀子さんは吉田さんと共に、元警察官の父庄司さんは実家がある朝来市に、両親は互いが離れても息子の復帰を後押しする道を選びました。お前警察官になるって7回も受験して失敗してやっとつなったやから。いや、それ今言う？せっかく受かったいうのもあるし、できるだけ応援したいなと思うし、復帰したいっていうから、いや、まだ続けたいっていうから、もうそこないかな、そこまで言ったら。いや、でも正直わし一人やったら復帰できんかった思うからさ。まあまあしょうがないやんか。まあ親としては当然のこっちゃ。おー、ありがたいね。初めの方はやっぱ警察官はその、まあ、現場で悪いやつを捕まえるっていうのが仕事やと思っとったんで、まあ障害持ってそのまあそれだけじゃない警察官像っていうのが見えてきましたんで、縁の下の力持ちで同僚を助けることが県民の皆さんの助けにもつながっていくと思うんで、まあその辺をこれからも頑張っていこうかなと思ってますね。復帰後に重ねてきた年月は、病気になる前の警察官人生を超えました。現場仕事ではないですけど、その現場の人をまあ支えれるような仕事ができとうかなって思うんですよね。病気を経て見つけた警察官としての使命を全うするために、遠回りしながらでもゆっくり着実に歩んでいきます。はい、今現在です。